陳朝元は中華民国の軍人、政治家、北京政府、直令派に属し、後に国民政府に転じた。字は、雪剣、雪健。1904年、北洋促成部美学堂に入学する。卒業後に、武将で陸軍第三中学堂教習に任命された。1909年、保定陸軍通国促成学堂において地理教官を務めた。 中華民国成立後の1913年、陳朝元は、兵国省の下で軍艦として任命された。後に、朝総省を登用するよう表に進言し、蝶とは、無二の親友となっている。1916年、第74根性旅び長に任命され、助州に駐屯した。1920年9月、直令派のチャンス特軍李順から、除海陳樹氏に任命され、 暗記派の軍と戦った。翌10月に、李ジが自殺し、最小元がこれを後継する。サと、北洋武備学堂時代の道学だった陳はこれを頼り、ソロ予感四将総秘総司令に任命された。1925年、法天派に転じていた、張総章が助手に進軍してくると、陳朝元は5月に、朝に降伏し、第六支市,市長に任命された。しかし、 チャンス特軍として難化してきた、法天派の要査改定から礼遇されてしまう。これを恨みに思った陳は、同年9月、直霊派の孫殿法に寝返り、法天派の増式武氏を捕虜にしている。陳は、孫から第8軍軍長、官軍総司令に任命され、旧安岐派の軍を吸収した。1926年4月、中国国民党の北伐軍が、 厚生省方面へ進軍してくると、孫伝方は、陳朝元を第五方面軍総指揮に任命し、これを迎撃させた。しかし、孫らの軍は厚生で大敗したため、陳は、長総省を頼りやすい喜びに駐屯した。陳朝元別加国民党が優位な政治状況で、あると判断した、陳朝元は、1927年3月5日、 国民党側への起伏を宣言した。そして、国民革命軍第37軍、軍長兼北路葬式に任命されている。同年4月12日の上海クーデターでも、小解析に協力して、安慶の共産党員を粛清している。11月、陳は暗記省政府主席に任命された。さらに1928年4月には、第一集団軍、第二軍団葬式として、 北伐の最終段階に参戦して、軍港を挙げている。その後、国民革命軍全体の軍縮に伴い、陳は第46師市,市長に移動した。1929年5月、山東省政府主席に任命される。藩省解析派との戦いでは、総予備隊軍団総指揮右翼軍総指揮などとして優先し、省の勝利に貢献した。 その後も暗記省で共産党総統作戦に従事したが、軍備調達のために過酷な統治を行ったため。この結果、1932年4月に、ンは事実上更迭され、国民政府委員に左遷されている。1934年1月、越小学総費予備軍総司令に任命された。同年12月、軍事参議院委員長に移動している。1936年、 陳朝元は、小解析に随従して、西安を訪問した。しかし、その際に、西安事変が発生し、長学寮により小や、他の随員たちと共に一時拘禁されてしまった。事件後、陳は病に罹患し、軍事参議院委員長の地位にこそ止まった者の職務には、取りかかれず、政界、軍界から事実上引退した。年月日、 重慶式多灰で病没。去年58。ありがとうございます。